大オナもみは、キクカオナもみ族の一年草。同族の中で最も大きく育つ。北、アメリカが原産地である。南アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、アジアに移入分布する。茎の高さは70から170センチメートルほど。枝葉が広い範囲にわたって広がる。葉は大きく、形状はカエデに似て、表面はザラザラとしている。茎は硬く。 色はやや紫色になり、葉と同じようにザラザラしている。花は秋に咲き、死ゆこと花である。尾花は枝の先の方につき、白っぽい、ぼんぼり状になるが、雌花は緑色の海上のものの先端にちらりと顔を出す、のみである。大オナもみも他のオナもみと同じように、果実に多数の棘があり、この棘によって、動物の毛や人の衣服に付着する。 これにより種を伝播し、範囲を広げる。日本では1929年に、岡山県で初めて記録がされ、現在では日本全国にわたって見ることができる。在来種の植物の生育を妨げる恐れがあるほか、牧草地や農作物の有害雑草となる。外来生物法に基づき要注意外来生物に指定されており、日本生態学会によって、 日本の侵略的外来種ワースト100にも選定されている。日本には本種以外にもイガオオナモミやトゲオナモミといった同族の外来種が定着している。AB オオナモミ国立環境研究所新入生物 DB ハット ABCD 滝康彦財団法人自然環境研究センター決定版日本の外来生物平凡社、2008年4月21日 ISBN 978から4から582542417ありがとうございます。